はい、おはようございます。今日は1月の3日水曜日になるのかな。水曜日でございます。違うな、木曜日になるのかな。木曜日かも、分かんなくなっちゃったはい、今ここはね、都の城、あの憧れの僕がどうしても来たかった公園に今来ております。はい、ここにね、知り合いの方がいて、その方にね、会いに来ました。これだよ、これ。ところがね、今日あいにくの、ちょっとさっきまでね、雨模様だったんですが、今は雨上がってます。はい、ここがその公園でございます。すごいね、この都の城平野が見えて、まあ、昨日の動画で、流したと思いますが、夕日がね、とても綺麗でした。桜島がね、噴火して、噴火してたのはね、桜島だし、ここから桜島も見えるということでね、非常にいい。向こうは霧島。向こうはね、霧島の山が、今ちょっと雲に隠れておりますが、このね、向こう側は霧島でございます。ちょっとアップにしてみようか。こっちがね、霧島の山だそうです。あのね、焼酎で有名な霧島。はい、すごい広い公園でね、今雨降ってるせいか誰一人いません。よいしょ。はい、というような感じでございます。広いね、遊具もいっぱいあってすごくいいところです。で、だけど、まあ、今日雨でね、カッパ着ておりますが、のびのびでございます。広い公園、あそこにね、トイレがあって、丘があって、こういった広いね。こんなでっかい滑り台もあります。よく花ちゃんが遊んでる滑りで、あの砂場だね。これ霧島の山、今日は桜島はさすがに見えないな。でも遊んでたな。はい、この時計台、サークルがあります。これがね、面白い、この動物たち。ね、ねえ、ネズミ、ねえ、牛、トラだね、トラ、ウサギ、タツ、落としないと立つ、はい、立つ、これがミー、エビで、馬、羊、これが正面から見ないのはね、サル、そして鳥、そしてペットボトル、ウム、で最後がイノシシ。すごいね、ネウシトラウト、覚えやすいね。子供のために勉強になるね、と。干支の動物が。今8時5分。はい、ここはね、展望台みたいなとこ、高いとこ。ここはね、大きな滑り台があったんだね。さっきの干支の時計。公園だねーと、向こうがトイレがあった、あそこに池もあってね、すごくいい公園だ。
桜島向こうの方なんだ。さすがに見えない。いや、天気良ければよかったけど、まあしょうがないでしょう。霧島がちょっと綺麗ですか。霧島山です。ね、焼酎に乗ってるやつ、霧島焼酎に乗ってる。もう矢がかかってる。これが都の城の町。土幻化戦というかんっていうところですね。東国丸の地元でございます。はい、次は貯水池があって、こっちも怖いです。すごい広いね。梅と桜がすごいみたいな。春に来たらよさげ。あとこっちがね。ゴルフ場、本当のゴルフ場ぐらい綺麗。コースみたいな。すっごい十分な施設。ちょっと僕の方がちょっと不安。ここだね。すごいわ。こう花見ができるんだろうな。これ桜の木だって。用意してね、お友達からプレゼントしてクイズをしてます。出てるね。歩きづらすね。ふたね、ふた川ゴルフ場、横に来たけど、すごいね、綺麗に広くて、宮崎はゴルフが盛んだってこともあるけど、めっちゃパターゴルフなのにこんないいコース、向こうまで、すごいね。こっちがさっきの、ね、クラブハウス、本当すごい。綺麗だわ。はい、これがね、さっきのパターゴルフの反対側に来たんですけど、これ綺麗よ。広いしね。向こうがクラブハウス。18ホール以上あるのかな。すごいもやかかってね。いやー、いいとこだ。はい、花ちゃんです。こっち見て、花ちゃん。かっこいいわ、やっぱ女の子だけど。花ちゃん、かっこいいね。花ちゃん、ワンワン気になるね。うるさいからね、あいつね。かわいい、花ちゃん。
よって。おめちゃんだって。おめちゃん。おめちゃん優しいよ。おはようって。なんしない。なんでそんなことすんの。ふうたが臆病だから多分毛が立ってると思う。イエー。5歳です。元気だ。もうやんちゃでまだ。元気な感じ。なんか吠えたり噛んだりとかそういうことは絶対しないんだけど、臆病だからって。ね、おはよう。おはようって言うよ。うん、なんか言ったらお友達になれないのよ。ごめんなさい、切ったの。バイバイ。はい、視聴者のね、美穂子さんと、あと花ちゃん、お会いできました。花ちゃん今ねおしっこお散歩中だけど、ここから見えないな。あーいたいた、花ちゃんの風太にね、ちょっとやっぱりよそ者が来たじゃないけど、あの知らぬやつがいるみたいな感じでちょっと警戒してる花ちゃん。ちゃん、行こう。手が冷たいんだね。休憩中。ふうた行かないで。はなちゃん降りてこれなくなっちゃうよ。木登りはなちゃん。はなちゃんおいで。はなちゃん来て。ふーたがいるからね、お散歩しないけど、普段はこの公園をぐるぐるお散歩してるみたい。はい、今ね、公園を出て、お友達のうちに寄ってね、コーヒーご一緒になって、あったかいコーヒー、ね、寒かったから、寒かったから、これからね、僕の実家の方に向かっていきたいと思います。ここからね40分ぐらいで着くと思います。ただいまの時刻がね11時でございます。はい、はい、今ね宮崎の僕の実家に立ち寄って、これからね夜、同級生とちょっとねお食事をしようと思って宮崎の街の中に来ました。はい、こんな感じでございます。宮崎の飲み屋街でございますね。これからねちょっとお食事をしたいと思います。1月の4日、何曜日だ、木曜日かな、木曜日でございますね。はい、今ここはね、宮崎の、実家のマンションの上から撮ってる風景でございます。はい、これが宮崎の、街並みでございます。でね、あっちの方が港の宮崎の、これからね、フータのお散歩に行っていきたいと思います。じゃあおはよう。はい、今ね、実家を出まして、これからね、視聴者さんとちょっと、会いに、ね、行こうと思ってます。今、目の前飛行機飛んでた。あ、飛んでた、うん、
木花っていうね、あの総合運動公園があるんですけども、そこの近くの木花公園というところでね、待ち合わせしてるので、そこまで行ってきます。これがね、宮崎の大淀川でございます。田舎だね。それじゃあ行ってきます。花神社行きました。この花咲夜姫の神社だそうです。今ちょっとこれからねお参り行っていきたいと思います。なんか見た、はい、このね木の中で子供を産んだっていうね、うつむろの後天津神に議員御事はこの地で国つかみ大山津御事の娘、この花咲夜姫を見初められ結婚されたが、その誤解について甘神があられる。ちょっと読むの大変だから読んでみた。ここでこの花咲夜姫が、はい、あー本当だ、すごい咲夜姫像、やっと2年ぐらい前に建ったの。あ、そうなんだ。そうなんだ。はい、ここだそうです。ちょっとお参りしてみましょう。すごい厳かな場所だな。なんかはい、はい、今ねこの小穴神社の階段を降りてきたところにあるのが霊仙桜川、この穴咲夜姫が、三巫女を出産された時の産湯に浸かれたと伝えられている霊仙である。歌は泳いじゃダメよ。泳がないよね。すごい。はい、ここがね、木花公園でございます。すごくいいところ。行かれたね。巨人が。が、階段ってどこなの？あ、ここなんだ。はい、この階段が、ジャイアンツの巨人の選手がね、あの地獄の坂登りといって、ここ、え、死んじゃう。今走った、俺死んじゃう。ダメだよね。うん。じゃあフータ行かないよ。階段だそうです。なんか見たことあるわ、これ下から見たことある。ああ、そうなんだ。はい、今ねお昼ご飯食べに来たんですけども、ここはね、僕が、子供の頃から大好きだったラーメン木村っていうところに来ました。はい。どうしてもね、帰ってくるとここのラーメンを食べたくなるっていうね、これから食べます。はい、これがね、木村の
宮崎独特のラーメンでございます。はい、私のはチャーシュー、さんのチャーシュー、あと餃子が来るんだけどね。はい、じゃあいただきます。これがニンニクです。これを入れると激うまになります。じゃあ入れてみる。どこだこれ、人と会う約束ないしね。あ、すげえ3杯、3杯いた。え、どこどこって、どこどこ、いいよいいよ、はい、本当に味が変わる。食べ終わりました。良かったです、食べれて。ごちそうさまでした。はい、今ね、大分、あ、大分じゃねえや、日向のね、大東神社に向かうところです。海が見えてきました。右側が海だね。でも映像には映ってない。大東神社だったかな、龍神様が、いるというね、神社。昨日ね、あの友達に